私たちは兵庫県三田市より参りました山岳よさこい連 L です。 L です。炎に流れると書いて演舞と読みます。本日披露させていただくのは2019年の演舞皿屋敷です。この演舞は世界遺産姫路城にまつわる四ツ谷怪談播州皿屋敷を題材としています。夜な夜な井戸から姿を現すお菊さん、10枚あるはずのお皿が1枚足りない。慌ててその1枚のお皿を探し回ります。果たして残りの1枚は見つかるのでしょうか。暗く怖いイメージのある怪談話を演舞らしく表現させていただきます。それではご声援出ますのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。一枚足りない
Right.